没放弃，收到。来放弃你的来放弃三刀十二時転換12時交換
掴む。白龍、
古城流のですね、まあ、組手というのはですね、まあ、沖縄の昔から言われているようなあの一見必殺というようなものじゃなくてですね、むしろこう細かい技を使っていってですね、まあ、よくあの小城先生は枝葉落としと言ってましたけど、枝葉を切り落としてから幹を倒すというようなですね、ですからこう裏剣とかですね、小手とかですね、蹴りで言うと、もちろんこう前蹴りとか横蹴りとか肘打ちとかですね、まあ、そういう膝蹴り、そういって倒して決めるというのが、まあ、まあ大体我々がやってきたの組手の基本です。ですからあんまりやーとかええとか声かけたり一発こう決めるというようなことは、あの一見必殺というのはあれはあまりやらないんです。まあ、最もよく使うのがですね、あのこういう正拳とかそういうあれじゃなくてですね、まあ、突きは主にこの縦拳ですね、それから一本拳ですね、まあこういう組手で使いませんけどね、正拳というのは意外になかなかね当たっても倒れないですよね。それから一番効果的なのがですね、裏剣、裏手とか裏剣って言われるやつですね。これはもういろんな使い方があるんですけども、まず最初にこう構えるとですね、押さえてすぐこう裏剣っていうね、それからこう裏剣、それから相手が中ついてきたらですぐ裏剣で返す、蹴ってきた場合でも蹴ってすぐ裏剣で返すという、非常にこの裏剣っていうのはですね、あの実際に当たればプラプラとそこを倒すという、このいわゆるパンチというこの小手ですね、小手を多く使うね、特にこれ接近してからです。こういうふうに接近してたらここにこういうふうにこう、それから相手が来た時にもこうこういう小手、もちろんこれは顔にこう当てれば割れますね。そういうで、この突きはですね、例えば相手がついてきたらこう縦剣でですね、それからこう縦剣でやると、それから絶えず接近して相手を倒す、で上段をついてきたらこういってとこういうふうに、でこの倒すのもですね、こう柔道の外側のように向こうに倒すんじゃなくて、こういったら真下にこう倒して、倒したら必ずこういって、こういうふうにやるね。それからこういうふうに取ってこっちに倒して関節決めてやるやり方とかですね、それから横蹴り、これまたちょっとあれやらせますけども、側頭蹴りをですね、相手の膝にこうね、膝に使ってでこういうふうに、あるいはこういう流して、こうで倒してこうやるとかですね、からとにかくいずれにしてもね、こうやって倒す、からまあこうやってきたらですね、これも同じようにですね、真下に倒す、真下に、まあこういう投げ技をうまく使うってことですね。二人として、で攻撃はですね、これ猫足立ちから猫進んでこういうふうに進んでこう蹴る、から相手が来たら下がってこう蹴る、ね、進んで蹴る、下がって蹴る、まあこういうのが大体メインなんですね。まあそういうことで接近して相手を倒して決めるというのが、まあ、あの基本ですね。まあ普通ですね、あの沖縄の棒術とかですね、今日大体六尺棒を基本にしたものなんですけども、まあこれはあの六尺でもっと太い棒でですね、まあ本来があの素手の相手の空手と対決したり、刀とかですね、槍とかそういう武器を相手に、まあ昔の武術としてですね、まあそういうふうにやって、しかも空手の稽古とですね、まあ並行してやってきたのが、まああの棒術あるいは棍術と言われるものだというふうに今聞いています。で、
私が今ですね、これからご紹介するのは、まあ、成就、杖ですね。大体ですね、長くて4尺、短いと3尺ですね。でこれは稽古としては4尺ぐらいの棒で肩やったり打ち込んだりやりますけども、これの究極の目的はですね、文字通り杖、ステッキですね。ステッキを持ってですね、まあ例えばナイフを持った暴漢とかですね、その他なんかちょっと武器を持った人、あるいは素手でものすごく乱暴者とかですね、こういうのを杖一本で身を防ぐという護身術ですね。あくまでそういう護身術としてやるというのがこの杖術です。ですからちょっと沖縄の防止とは、まあ、性格が違うものです。ですからこれはあくまで実用に即したものを目的とし、そのまあ稽古として型をやったりですね、普段の打ち込みするというのがやり方ですね。で基本的にはこういう大体4尺、もっと短くていいんですけど、この棒を持ってですね稽古するときには、基本的にはこの大体斜め前屈でこうで、こちらの杖はですねがっちり握らないで3本の指でこう握って、これは添える程度にしてですね、で基本的にはこれは銃剣術なんかと同じようにですね、突きがメインですから、喉か顔かですね、突くですね。それからあとはこの顔面とか頸動脈に打ち込む、あるいは胴に打ち込むというね、それだけのものなんですよ。で普通はこういうふうに順握りといってですね、前屈で斜め前屈出して、こういうふうに、もちろん相手が打ってきた場合にはこれで受けて打ち込む、受けて打ち込むね。で必ず打つのはですね、この杖の大体、まあ6寸から7寸ですね、15センチか20センチでないと、こんなところで打ったって効果ないですから、先っぽで打つから防ぐのも、この6寸から7寸のところで防ぐんですね。そして気温はあくまで突きです。それから補助的には打ち込みですということですね。でこれが普通の順構えという構えです。剣道とは違って左足を前に出して半身の前屈で構えて、絶えず相手にですね顔面下の喉元に突き刺して突くぞ、それから打ち込むというね、こういう。それからもう一つはですね、こういう逆握りといってですね、逆さ握り、これもこっちを強く握ってこっちを軽く持ってですね、これでもってですねこういうふうに突く、あるいはこのこういうふうに、それからここから変化してこう打ち込む、それからまた戻してこうやる、こういう、これで払う、それから払う、打ち込む、それから突き、まあ、これだけのものをですね、まあ、取り入れたものが成就でですね、まあ、後で実地にどういうことをやるかというのですね、やってみたいと思います。まあ、型も一応ありますので、普段はそういう型でやる、あるいは普段は打ち込みでやるということですね。成就一の型、
上質にのかと。来たらですね、これをパッとこう、というふうにですね、この先端で相手の先端を必ず、それからスルスル、これを打ち込む。で、お互いに物を通して、こっちも上手。いやいや、それで、こういうふうにやった時も相手が。基本はあくまで突きがメインですね。それからこういう逆構えの時もですね、はあ、ですね。それからこう打ち込むというふうにですね、この基本構え、逆さ構えでいろんな打ち込みを普段から、やっておくということですね。いずれも先端の長さぐらい。ぐらいのところで、ね、これも相手が来たら、ここでこう止める。ね、この辺で行けたんじゃん。ね、時間すぐ打ち込む。これはどっちでも、こう回してもできる。ね、だから、こう、相手が前に来たら、こういうふうにこう、打ち込む。という、こういうですね。はい、じゃあ。